どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さいウクレレでですね、今日はですねちょっとお役立ち動画というか、もしかして皆さんの役に立つかもしれないというようなことをやってみようと思います。今日のテーマはコードを左手で押さえるときにネックがなんかこう下がっちゃうよ、なんかうまくさ、なんかこううまく押さえられない、そんな声が多いんでございます。これはですね、今この展開しておりますこのガズクラブというふうに、よくガズがねよくあの皆さん告知させていただいてますけど、まあ、あのガズのノートが毎月5曲あのデータって手に入るってやつで、その中でですねあのガズクラブ限定オンラインライブイベントだとか SNS でいろんな質問を受け付けてるんですけど、そこで結構上がってくる質問なんで、ここは YouTube の方でもちょっとシェアしようと思います。そしてですねウクレレ、この動画もしかして初めて見ている方もいらっしゃると思うかもしれないので、ウクレレって、面白いですよ、ぜひ始めてください。もしそんな方いたらここ見てこのリンク先に行って、ウクレレを始めましょう。本当に簡単に楽しくできますからね。じゃあそれでは説明に入っていこうと思います。まずコードの押さえ方なんですけど、あの今の初心者さんが見てくださいっていうやつでも言ってますけど、まずコードっていうのを押さえるわけよね。 C とか F とか G7 とか Am とかそういうのがあるんですけど、これね今何を言ってるかというと、例えばねなんかこう F から例えばじゃあ C から F に行くときに C から F なんかネックがこうスコンってこう、ここからね、多分このことを言ってらっしゃる。見覚えありませんか？見覚えありませんかって覚えがないですか？あのね、これよく受ける質問なんで、これね、ちょっと今回紹介しておきましょう。まず基本的にはですね、まあ今ここ C をこういうふうに押さえるでしょ？その時に、あの、この左手で押さえる方法が、ガズ的には2つあると、よくご説明しているんですけど、一応おさらいでね、あのね、クラシックスタイルとロックスタイルというふうに、まあ、ガズは勝手に命名しておりますけど、クラシックスタイルで C を押さえるとこんな感じです。はい、何が違うか、ここに注目、こんな風に隙間が出てるのがクラシックですね。はい、でロックはじゃあどうだというと、見てこういうふうに押さえる、ここ隙間全く空いてない、ここね、はい、この違いだと思ってください。で、これもっとね、まあまあマニアックな話ですけど、ちょっと説明すると、クラシックっていうと、例えばバイオリンだとか、クラシックギターだとか、まあ、チェロとか、コントラバスとかあると思うんですけど、あのね、ああいうところのね、ビブラートを注目してください。あのね、まあこれがこうバイオリンだと、ここでこうやってやってると思ってくださいよ。そうすると、例えばこの2弦の5フレットでビブラートをかけるときに、こうやってクラシックのビブラートってこうやってかけるんですよ。あ、今はみ出しちゃった。こんな風に、こういう風に指を動か、指っていうかね、この振動をかけるんですよね。あの、バイオリンとかもこうやって弾いてるじゃないですか。こう、クーってね。はい。で、対して、ロックはどうかというとね、じゃあ同じように2弦の5フレットでやると、こうなんですよ。こういう動きなんですよね。その時に、見て、ここを軸にして、こう回転させてるんですよね。こういう風に。要は視点。でよくあるじゃないですか、力点、視点みたいなもんで、ちょっとね、その辺詳しく分かんないですけど、こんな風なあのために、クラシックは基本的にはこういう風に、フレットと同じあの角度っていうか、で指を使う方パターンが多くて、ロックの場合はだから斜めになるよね。その違いがあると思っておいてください。そして、多分ですけど、このコードを変えるときにうまくいかないのはクラシックフォームだと思うんですよ。例えば、踊るポンポコリでやってみると、なんでもかんでもってこうやって押さえるでしょ。で、上一本のときに、なんでも、あれ、もういきなりスカッとここ下がっちゃうじゃないですか。はい。そんなことだと思うんですよね。で、じゃあ、まあ、クラシックフォームの人の、有効な、方法なんですけど、やっぱストラップかな。今、ガズっていつもここにかけてるけど、これあんまりストラップ効いてないんだけど、ちゃんとこうやってかけて、そうしたらね、まあちょっとこれ短くしておこうか、今日はちょっとあれだ、あの、そういう お試しなんで、まあちょっと今、これでいいや、これで、ね、ちょっと短くして、暫定的にね。そうすると、ほら、何にもしてなくてもウクレレってこう下がらないから、こういう時だと、でもかんでもみんな踊る、ほら、ここに、ずっとここのスペース空いたクラシックフォームのまま、一回ネックから手が離れても、ここがストンと落ちないですよね。だからこのストラップをすごく使うと、クラシックフォームの方はすごく有効だと思います。あとは、ハワイアンの、弾き方で、ここでこう肘でホールドしちゃうと、ネックもこう当然下がらないので、こういうふうに、こんなふうに、ここでもう持っちゃってるわけだからね。はい。でも、肩や、こうやって膝に置いてやると、こうやって、こう、わかる？肩ってこう下がっちゃうでしょ。だから、ここをなんとかこうホールドしといて、ウクレレだけが、こういうふうに、宙に浮かんでいる状態に、手で
右手で持つとか、こう肘でこうホールドするとか、ストラップで、そういう状態だとクラシックフォームですごくいいと思います。そして片やですね、私はね、もともとロックギターのね、歴史が長いので、もうウクレレっていうよりはもうその、なんかそういう感じで捉えてるんで、で、ウクレレではですね、クラシックフォームを、推奨しているようなんですよ。ちょっとどうやら。はい。なんでここをスペースが空く、開けてくださいっていう動画が多いなというふうに感じるんですけど、まあ、ガズの場合はもう思いっきりロックフォームでやってます。そうしたら、なんつうんでしょうかね。もうこれを一応簡単に解説すると、指のね、この部分。ここですね。ここを、ここのね、ヘッドのね、ここの角度のところに、もうこうです。そうするともうこれ、見て。ここで持ってるんですよね。ここで、ホールドしてる。押さえてる。ネックが下がらないように。はい。だから、どこに置いといても基本的には一応大丈夫で。で、この形のままコードを押さえていくんですよ、全部。例えば C だと、C でしょ。Am。ここ今当たってますからね、ここ。はい。で、次 F。F もここ当たったまんまガズは押さえたりしています。で、G7 ももちろんこうでしょう。はい。で、こうやってロックフォームの人は結構下がらないんですよね。で、クラシックフォームの人はやっぱりストラップとか、持つのを気にしないと、まあ、まずい、ネックがなんかうまくこうスカッとやっぱなっちゃうんで、ここだと思うんですよ、キーポイントは。じゃあ、一個私がいつも使ってるロックスタイルのやり方で、この有名な、この本にも出てますけどね、ガズレレ必須コードを全部押さえてみようと思うんですよ。これ、10個ありますよ、これ。これはね、何ページだ ?11 ページに書いてあるけど、この赤い本でいうところね。あ、このガズレレ必須コードよくわかんない人、ここにリンク貼っとくから。これ絶対覚えてくださいね。ウクレレやる上での超基本コードね。じゃあ、まず、だんだん押さえていきましょう。ちょっとこれ、見てね。C でしょ?ここさっきも言ったけど、C。ちょっともうちょっと、アップで打つ。はい、C をここでしょ?ここで押さえてる。F もここで押さえてる。G7、あ、待ち、最初から行こう。C でしょ ?C。C7 もここ押さえたまま、置いたまんまです。A7 もここ置いたまんまですね。はい。そしたらまず Am。Am も当然ここで支えたまんま。Am。次、F でしょ?次、D7 でしょ?次、Dm でしょ?次、G7、E7、E7、Em7 か。つまり、ガズレレ必須コードって、指をここに置いたまま全部これで押さえられるんですよ。これ10個は。はい。そして、たまに出てくる。ちょっと難しいコードっていうのが、ここから離れるわけですよね。例えばガズレレで出てくるコードというと、Bm、B7 か。B7 というコードがあります。ちょっとこの辺に、ダイアグラムをやるけど、押さえる場所は、こことこことここでしょ。そうするとこうなりますよね。そうすると見てよ。ここは間開かないとじゃん。だから、軸がずれてやりづらいっていうのは、そういう表現なんですよね。じゃあ、F から B7 に行ってみるとすると、F を押さえといて B7 だと、まあ、こういう風にやるのが自然。そうすると、ここがクラシックフォームに急に変わるから、っていうのもあるんですけど、ガズの場合、B7 でも実はここで押さえたまんまね、F からだと B7 までここをスッとずらすんです。そして、こうやって押さえることもあります。そしたら、ここ一弦ちょっと触れそうになるけど、でこれはなんとかこう一弦も触れないようにカバーしているということですね。要は、クラシックフォームを使わなくても、B7 だったら、なんとか慣れればできる。このクラシックフォームじゃなくて、ここがスペース開かずとも、これをスライドさせることで、B7 ぐらいだったら抑えることはできるんですが、はい。ここで、ガズがいつも言う、ガズレレっていうか、ウクレレの初心者には、ちょっと難しいよと言ってるコードの代表の Em というコードはですね、抑える場所、こことここになるんですよ。こうね、B7 の一段違い。そうすると、ここはですね、やっぱここだとちょっと手が回らないから、やっぱクラシックフォームしかないわけですよ。そうすると、やっぱり、ちょっと、慣れが必要ですね。F から。こんな風にガズはなってますけどね。だから、この親指をなるべくずらさないようにしてるんだけど、もうこれクラシックフォームの人はもうこうですから、やっぱり。ちょっとクラシックフォームでやってみると、今ね、肘と胸で、肘じゃない、膝っていうか太ももと胸にウクレレをこうホールドして、ここネックが動かないようにすると、クラシックフォームだと、ここずっと開いたまんま、クラシックフォーム。僕の普段のロックフォームだと、もう自由に。こんな風にもできる。
ここずーっとここで押さえてるんで、これが、秘訣っていうか秘密というか、はい、なんですよ。なので、ウクレレの教本とか見ると、やっぱりクラシックフォームを進めているのがどうも多そうなんで、クラシックフォームを持ってしか押さえる方が分かってないと、なんでこう語ってなんでよくみんななんないんだろうっていう疑問が生まれてくるんだと思います。これですね、どっちがいいとか、どっちがダメとか言うんじゃないと思うんですよね。本当にスタイルなんで、どちらでもいいと思うんですけど、やっぱりどっちの押さえ方でもいいんで、自分が楽な方で、指が綺麗に、音が綺麗に出る押さえ方だったらどっちでもいいと思いますよ。どちらの弾き方でも別にダメってことはないと思うので、まあ、ご自身でいろいろ試してみて自分が心地いいところで、やってみるのがいいと思うんですけど、まあ、両方弾けといたら一番いいと思いますね。その臨機応変に。これロックフォームの時とクラシックフォームをいろいろ使い分ける。コードによっては、ここのスペースが空くクラシックフォームになり、握り方によって、ロックフォームになる。で、僕はよく F マイナーを押さえる時にガズさん、こう、親指で押さえるじゃないですか。これはここを離したくないからだと思ういうことが、最近のガズの研究によって分かってきました。こういうふうに、通常通りの F マイナーを押さえると、やっぱりここにスペースがないとちょっと難しい、クラシックフォームしないとちょっとね、難しいなということがありますんでね。なんでそういう感覚だということがね、これを分析してて、ガズさん自身も勉強になりましたということで、覚えておいてください。クラシック的なコードの押さえ方、こういうふうにここにスペースがあるときとロックみたいにこう握り込む。この二つの、要は合わせ技で、なんか臨機応変にこう対応していけるようになるとさらにいいんだろうなということでございました。まあだからガズは、ロックスタイルの、押さえ方なんだぞと。そんな感じでございましょうか。結構やっぱこの問題はね、結構でかいんで、なんで私こう下がっちゃうんだろうというのね。はい、まずはストラップ。これが一番なんていうかな、素早く対応できると思います。これ緩まってちゃダメだよ。ピンピンに張ってる状態で、試してみるのを下がっちゃう人はおすすめ。まずはしますと。その後ちょっと時間ある時に、ちょっといろんな押さえ方してみるといいよ。ここをずっとこういう風に、ここでホールドしてロックのフォームで、やるやつもいいし、いろいろ、なんか自分なりに、いい感じのところを探っていくのがいいと思います。はい、少しこんなことを参考にしていただいて、楽しい音楽の時間が、ちょっとできるように、ここいちいちこう気になってたらね、やっぱりこう気持ちが演奏できないでしょうから、ちょっとこれ参考になるかなと思って、ちょっと今日急遽、レッスン動画、お役立ち動画を、アップロードしてみました。皆さんよろしくします。はい、この本が出たよというお知らせと、8月8日渋谷で、誰でも参加できる無料イベントだよ。みんなウクレレ持ってきてね。はい、この曲セッションしますからね。もうこれちょっと予習してきてくれると嬉しいなと思うんですけど、よろしくお願いします。 HMV 渋谷に集まれ。ガズレレではね、アプリを出してるんですよ。ガズレシピというアプリです。このアプリなんですけど、アプリのインストールは無料になってます。中で楽譜がもう何百曲もある、清書されてる楽譜でですね、こっちは。かっこいいバージョンの表記もあるんで、これかなり役立ちますからね。で、このアプリ内は、いろいろスクロールができたり、自分がダウンロードした楽譜の管理ができたりとか、すごくいいものになってるんですけど、このね、楽譜がですね、書籍版になってます。はい、こちらです。はい、このガズレシピ書籍版も大好評です。Amazon とか、あと島村楽器さんでもこれゲットできますんでね、チェックの方よろしくお願いします。そしてですね、ガズレレではね、ウクレレ以外にも簡単音楽レッスンやってます。ガズピアノ、これ鍵盤楽器ですからね、これね、ほんとガズレレ楽しんでる方だったらあっという間に鍵盤楽器でも弾き語りができますよというね、ガズが開発したプログラム、ガズこれ本も出てますから、ガズピアノのハニーさんと一緒の表紙なんですけど、ハニーさんも先生役で、はい、ガズピアノという YouTube チャンネルでレッスン動画公開中。あと毎週日曜日はね、このガズレレYouTube でもギター教室、ガズギターもやってますんでね、ギターやってみたい人ももりもりやってみてください。はい、そしてガズレレではいろんなグッズありますよ。まあ G ラボのウクレレとかもそういうのももちろんあるんですけど、それとは別にキャップだとか、今これ着ている T シャツとか、このストラップだとか、ここに映ってる水引きだとか、こういうのがでも小物もいっぱいあります。このバナー、ガズレレ公式ホームページのこのバナーのところに行くといろいろ見られるようになってますので、ぜひ皆さん見るだけ見てください。楽しいグッズいろいろ、ポップに行きましょう、ポップに。はい、そんな感じでね、ガズレレではもうあっちからこっちからもういろんなことやって、もう音楽聴くからやるに変えて、人生をもう豊かに楽しくしていこうということで活動しています。皆さんどんどん音楽して、音楽仲間もね、どんどん増やしていくとですね、笑顔がその分増えるんでですね、最高だと思います。はい、そんな感じで今回のガズレレレッスン終わります。またお会いしましょう。楽しく音楽していこう。バイバイ。